皆さんこんにちは。エニシルームへようこそ。いつも高評価やチャンネル登録、コメントもありがとうございます。さて、本日のテーマですが、なぜあなたを振り回すのかということで、相手に振り回されてね、困ってたり、疲れちゃった人向けのリーディングになっております。まず、相手の、考えとか感情とかね、それを見て、次に、あなたに対してどう思っているのかを見ます。で、さらに、あなたがね、なぜ疲れちゃうのかっていう理由を見てから、最後に、今後のアドバイスを出していきたいと思います。選択肢のカードは、今日は、オラクルオブザセブンエナジーからもらいたいと思います。まずは選択肢 A から。はい、A のカード。はい。未知の海域ですね。続いて B の選択肢のカード。はい、楽しい動機ですね。はい。で、続いては C のカード。高い視点から見るですね。ということで、今回はこちら A、B、C でお選びいただきたいと思います。はい、それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずは、相手の考えてることとかね、感情をね、見ていきたいと思います。うん。まず一個は、あなたと、これ、恋人っていうカードだからね。うん。付き合いたいとかいう、そういう感情もあるんだけれども、どっちかっていうと、人と分かち合いたいみたいな、これも出てるんだけど、要はね、人と楽しく、過ごしたいっていうのが根底にあるんだけれども、その、楽しく過ごしたいっていう考えが、ちょっと、偏っていてね、この人ね。自分が、リーダーでありたいっていうのはもちろんそうなんだけどもね。自分の気に入った人だけを集めて、その中で自分がリーダーとして振る舞いたいって思ってるし、自分がそこで、もう、確固たるね、立場をね、築きたいっていうふうに思っているんだよね。で、そのために、これね、欺瞞っていうカードなんだけども、自分の思い通りの、人間関係を作るためにね、例えば本当に、相手にとって良くない、噂とかね、そういう話をして、外堀から攻めるっていうのかな、要は自分の囲いたい人だけ囲いたいから、他をシャットアウトさせるような画策をしたりしてたことがあるみたいなの。今はやってないんだけど、過去にね、そういう、あなたを、自分の、手の内に入れたいから、
はっきり言っちゃえばあなたが孤立するように仕向けちゃったりとか、あと、まあ、本当に、まあ、可能性とかその、まあ、パーセンテージは低いのかもしれないんだけど、あなたが自分に泣きつけてくるように、まあ、例えば、わざと失敗を誘導したりとかね、なんかそういう、あなたが怒られるように仕向けるとかね、なんかそういうようなことを画策して、した上で、こう、あなたが自分を頼ってくるようにしたいみたいな、感じがすごい、するんだよね。この人の考え方とか感情的にね。で、なんだろうな、偏っちゃってるんだけれども、基本的には、こう、仲良く楽しくやりたいっていうのがさ、出てくるわけよ。そう。だから、俗に言うさ、独り占めしたいとかさ、本当に、もう、内々だけで、がっつり仲良くなって、他はもう、排除したいみたいな、なんかそういう人間関係を構築する人ってたまにいるじゃない。なんかこう、決まった人としか話さないとかね、決まった人間関係としかこう、交流しないとかね、なんかそういう考えの人なんじゃないかな、っていうふうに、思います。で、じゃあ、あなたに対してね、どう思ってるのかっていうのを見ていきますね。はい。あ、もうこれさ、おうおう、ごめんね。まず見るね。行動、ここさ、これとこれ、同じなのね。タロットっていう、まあ、恋人、ハーモニー。恋人っていうカードなんだけど、で、これ、まあ、勝利と成功っていうカードなんだけど、あとこれは優しい庭師っていうカードと、まあ、これは行動っていうカードなんだけど、すべてね、逆に出てるんだよね。つまりどういうことかっていうと、あなたに対して自分が思ってることが、なんていうか、通用しないっていうふうに思ってるんだよね。なんかこう、自分がこう思って、こうしていきたいと思ってるのに、あなたに対してはうまくいかないし、なんていうかな。自分が、これをやったからこうなるはずだって思ってたんだけども、実際は、そうしたところであなたはこうなんなかったみたいな、そういうことが起こってるんだよね。だからこう、なんでうまくいかないんだろうっていうふうに思ってる。まあ、簡単に言うとね。なんか、もっと自分が思った通りに、なんていうかな、蜜月っていうの？そういうのを過ごすはずだったのに、なんかそうじゃなく、ないんだよね、みたいな感じで思ってて。なんだけど、この人が思ってることって、これカップの10だから、まだね、続けていきたいんだよね。こう、すごくこれ本来すごくいいカードなのね。それがここに来てるってことは、あなたとのそのね、関係性をね、もっと、まあ、深めたい。で、長く続けていきたいっていう思いの表れなんだよね。カップってやっぱさ、愛情だからさ、愛情がすっごいあるんだよね。これ例えば、ま、好きな人で見ていたとしても、友達として見たとしても、ま、家族とかね、職場の人だったと、しても、基本的にあなたにすごい好意があるんだよね。そう。すごく、あなたという、人のこと、あなたという人が好きなんだよ。で、だけど、なんていうのかな。偏った考え方をしているから、こう、こっちからすると、なんかこう、もっと素直にね、優しくというかね、なんか、そういう風にアピールしてくれれば、素直にありがとうっているのに、なんかこう、
なんていうのかな、小細工しちゃうんだよね、この人ね。だから、その小細工がさ、なんかもう、ちょっと、あからさますぎるっていうかね。まあ、バレちゃってるっていうかね。そういう部分もあって、一体何がしたいのっていうところに行き着くと思うんだけど、でも、すごく、好きで、こう、幸せな気持ちになるんだよね、あなたに対してね。なんかこう、一緒にいるとね。で、じゃあなぜね、疲れちゃうのかっていうね、ちょっと理由をね、理由というか原因を探っていきたいんですけど、なるほど。あのね、ちょっと待ってね。例えば、相手は、あなたに好意があると。で、なんだけど、同時に、あなたより優位に立ちたいわけね。このマウントを取りたいっていうかさ、いい意味で言うと、こう、頼られて、それで引っ張っていきたいっていう思いがすごい強いの。で、それっていうのは、ちょっと贅沢なんだけどね。これが出てるからさ。要は、あなたの方が自分のことが好きで、自分を頼って、尊敬していて、ついていきたいって思われたいわけよ。もうここの相手の考えからするとね。自分を頼ってほしい、認めてほしい、尊敬してほしい、好かれたいっていう思いがすごく強く出てるんだけど、要はでも、それを、なんていうのかな、こう、ずる賢い考えでもうちょっと画策しちゃったから、すごくずれが出てるのね。で、原因で見たときに、少なからずともあなたは、悲しい思いをしてるの。この関係性においてね。で、なんていうのかな。例えば、その相手がね、マウントを取ってきたり、あなたのことが、例えば、けなしたりするわけよ。好きで好意があるから好かれたいのに、あなたを傷つけることによって、なんていうのかな、こう、弱ってるあなたを守りたいみたいな、歪んだ感情があるわけよ。そうすると、あなたは少なからずとも、その相手と繋がってることによって、悲しい思いをしてしまうわけね。で、それって、こう、怒りとか、そういう感情じゃなくって、ただただ悲しいのよ。なんでそんなことするんだろうっていう、本当に切なかったり、悲しい感情でいるのね。で、その中でなんだけど、あなたの中でね、新しい価値観が生まれてきてるんだよね。もしくは、生まれたか。こう、何か新しい発見があったり、新しい気づきがあって、これはおかしいんじゃないかっていうふうに気づいたとか、こう、私が求めてるのはこういう関係性じゃないんだっていうことに気づくっていうの。だから、新しいあなたが、こう、生まれかけてるのね。で、それっていうのは、例えば、あなた自身の、お金の問題だったり、仕事の問題だったりするのかもしれないんだけど、とにかくその、生き方としてね、私が望んでいるのはこういう生き方ではないんだっていうことに、気づいたから、
なんていうのかな、今まではね、許してあげれたのよ。うん、しょうがないなって、こう、付き合ってあげるっていうかね、相手のそういう横暴とか、そういう、相手の、まあ、やりたいようにしたらないけれども、うん、そういうのに付き合ってあげてた、優しさがあるのね。で、その、そうなんだけれども、それと同時にね、この、あなたがその、気づいちゃった、っていう、新しい感覚、新しい価値観、目覚め、そういうものが結構ね、ここで言うともう急展開っていうカードなんだけど、なんかそことね、ほんとバッティングしちゃったんだよね。こう、ほんと、わかりやすく言うとね、あなたの魂のステージがもう上がりかけてるとかね、上がっちゃったわけ。ここで言うとね。だから今まではあなたの優しさで、まあ、しぶしぶとかしょうがなくとかね。まあしょうがないみたいな感じで、まあ、付き合ってあげてた。許してあげてた。っていう部分があると思うの。だけど、なんかこう、不思議なものでね、そういうふうに、なんていうのかな。こう、いい行いをしたりとか、徳を積むとね、ある日突然パッてこうステージが上がるのよね。こう、くっ、ふって。で、そうなっちゃうと、すっごくね、違和感が出てくるの。今までのことに。例えば、人間関係だとしたら、本当に、あれ？急に話が合わなく感じちゃうとかさ、最近まではそうそうっていうことが多かったのに、なんか、本当になんか、ん？って思うことが増えちゃったりとかね。そういう、こう、考え方のズレも出てきたりとか、あと、同じ、こう、事案を、まあ、抱えていても、解釈の仕方がすごい変わってきちゃったりとかね、することがあるわけ。まあ、それが、まあ、その、よく言うさ、まあ、自分と、なんかさ、言いたいことは、結局さ、なんていうの？そのね、今までの付き合ってきた人間関係ももちろん大事なの。すごく大事なんだけれども、その自分のステージが上がると、どうしても、その次のステージの人間関係が出てきちゃうんだよね。そうすると、自分のキャパとか、時間とか、そういうものの中で、うまく全部をね、付き合えたらいいんだけど、どうしても、この今まで付き合ってきたの中の、その、こう、手放さなきゃいけないっていうのかな。手放すべき人とかね、手放すべき環境とかがどうしても出てくるの、ステージが上がっちゃうと。で、今ここでそれですごいだから、疲れちゃうんだよね。あなたが急に、まあ、急にっていうかね、気づいたり変わっちゃったりしたから、余計ここの関係が辛く感じちゃうし、このままでいいんだろうかってすごく悩んじゃうんだよね。でもそれは、すごい、なんだろう、あなたが悪いわけではなくて、本当に、世界が違っちゃったんだよね、もうね。これはね、致し方がない。あなたがそういうところに一歩先に行っちゃったから、相手が追いついてくるのを、待つのか、でもここがずっとね、変わらなければずっと付き合っていくわけにはいかないから、まあ距離を置いていくしかないんだけれども、なんかそういうことも含めて、こう相手がどんなにあなたをまあ屈服させたくって、とかその。自分の支配下に置きたいとか、自分に、まあ、従ってほしいとかね、まあ、そういういろんなね、感情があったとしても、実際問題あなたの方が上だから、こう、おかしくなっちゃうんだよね。だって実際にこうね、引っ張る人が上で、引っ張られる人が下なら、それはスムーズじゃない。でもさ、
下にいる人がさ、上にいる人をさ、引っ張ろうとするってことは、それはもう足引っ張ってるだけじゃん。ね、そしたらさ、もうさ、引っ張られた方がたまったもんじゃないじゃない。もう、そういう、ことが起きちゃってるんだよね。今ね、この関係性によってね。だから、振り回されるっていうよりかは、足を引っ張られちゃってるっていう感覚なのかなっていう感じがするんだよね。で、次ね、アドバイスね。今後のアドバイスを見ていきます。うん。ここでもほら、力のね、カードの逆来てるんだよね。で、クイーン・オブ・サマーだから、あとね、完璧主義が出てるんだけれども、ここのアドバイスで言うと、あなたはね、自分がね、何の力もないと。私なんか全然ね、そんな、人様に何かを言えるような立場でもないしとか、ぼんぼんな人間ですよ、私はって、もし思ってるとしたら、あ、そんなことないからって言ってるカードだから、これはね、優しいとかね、忍耐力があるっていうのは、やっぱり精神力が強くないとできないことだから、そもそもあなたは強い人なんだよっていう風に言ってくれてるのと、これやっぱり、あなたがすごくね、穏やかで優しい人なんだよ。もうこことここで見ればわかるんだけどね。だから、あなたの周りにはすごい、悩んでる人、困ってる人がね、寄ってくるんだよね。なぜ寄ってくるかっていうと、ヒントが欲しいから、どうしても。自分の考えだと行き詰まっちゃうから、あなたにヒントをもらいたくって、寄ってくるんだよね。それで、あなたが優しい人だから面倒見もいいし、親身になってあげるから、例えばその、話すだけでスッキリする人もいるしね。あなたに話を聞いてもらうだけでスッキリする人もいるし、この話の中で何かヒントを得て、あ、そっか、そういう風にしてみるね、みたいな感じで、納得したりとかね。いうものもあるし、はたから見てね、ちょっと人のこと面倒見すぎじゃないっていう風に思ってる人もいるかもしれない。なんか、そんな人なんか自業自得なんだからほっとけばいいじゃん、みたいなね、いう感じもあるのかもしれないんだけれども、でも、それがあなたの良さなんだよね。で、ここのね、完璧主義が出てるんだけれども、これね、すごいね、私ね、よくわかるの。なんか、私の、もう性格上、例えばさ、このさ、リーディングをやるときにもね、やっぱいろんなやり方の人がいると思うんだけど、私は、カードの意味をしっかり覚えた上で、自分のインスピレーションを、その時のね、インスピレーションを、元に、こう、自分なりの解釈をしていくんだけれども、中にはほら、説明、ガイドブック一切読みませんって、この絵だけで、絵から来るインスピレーションで、答えますっていう人もいると思うし、逆に、インスピレーションというよりかは、この、なんていうの、このカードの意味、それを本当に重視して、それを組み合わせてって、紐解いていくっていう人もいるから、いろんな人がいるんだけど、私は結構しっかりと意味を暗記、ちゃんと暗記して、で、そういう風にできるまで、なんかこう、そのカードを使ってリーディングしちゃいけないんじゃないかっていう風に思ってる節があってね。だから、こう、この YouTube 始めるときも結構すっごい2年ぐらいやっぱ勉強して、こう、いざっていう感じで始めたからさ。で、本当はね、その前から、もう今すぐ始めてもいいよって実は言われてたの。やりながら覚えるから大丈夫よって言われたんだけど、それでも自信がなくって、いや、ちょっとしっかり覚え込まなきゃ、みたいな感じで覚え込んで、さらにインスピレーションを、使ってというかね。やり始めてるから、もうこのカードが出ると、そういうふうに、こう、人にアドバイスをするからには、しっかりと答えてあげなきゃとか、中途半端な考えで、関わってはいけないとか、なんかそういうすごく真面目なね、部分がある人だと思うし、それがね、すごいいいとこでもあるんだけど、これって、あなたが思ってる完璧じゃない状態でも十分完璧なんだから、大丈夫だよっていうふうに、
こう、これをしてから進もうと思わなくても、ここまで到達しなきゃ進んじゃいけないっていうふうに思ってるかもしれないけど、今もう十分だから全然進めていいよっていうような、あのニュアンスのカードなのね。っていうことは、このアドバイスからするとね、この未知の海域のカードを足すと、要はこれは、地図がないところでね、誰も行ったことのないところにこう行ってみて、そこからこう学べることがさ、いっぱいあるっていうカードなんだけれども、まあ要は冒険してみてっていうふうに考えてもらうと分かりやすいと思うんだけど、それで考えたときにね、アドバイスとして、真っ先に出るのがね、ここで目覚めてる、感じてること、新しい人間関係とか、新しい仕事とか、新しいコミュニティとか、そこに進んでいいですよって言われてるの。例えばさ、自分の仕事の環境を変えようと思った時に、何も完璧じゃなくても全然大丈夫って言ってくれてるし、人と付き合う時にも、こうしてああしてっていう、考え方があるとしたら、そうじゃなくても全然いいんだよって言ってくれてたね。もっとこうフランクに考えても全然大丈夫だからって言ってくれてるのね。それはあなたが思っているよりも、あなたがすごく優しくて強くて、魅力のある人間だから、今日はもう十分完璧なわけよ。だからこれ以上完璧を目指さなくてもいいんですよっていう、アドバイスなのね、ここで言うと。だから、なんていうの？ここでもしね、あなたに対して、自己肯定感がね、低くなるようなね、発言をされたりとか、そういう状況に追いやられたとしても、そうじゃないんですよって、アドバイス。だから、さっきも言ったけど、相手が上であなたが下とかじゃなくて、上と下ってのも変なんだけど、要は、相手が思い描いてる関係性と真逆の関係性なわけ。実際はね。だから、そこの矛盾でおかしくなってるんだけれども、あなた自身のその優しさとか力強さとか魅力っていうものを、ここに別に独り占めされる必要はないわけよね。あなたがここに遠慮したりとか気を使ってね、その関係性を維持したところで、別に相手にとってはプラスかもしれないよ。だけど、あなたにとってプラスかっていうとそうではないから、ここで言う、あなたが目指すべき、もっと違う場所、違う人間関係、そこに、ちょっと勇気を出して、飛び込んでみてほしいって言ってくれてるんだよね。別にここを壊さなくてもいいと思う。ここの関係を別に今すぐ断ち切んなくてもいいから、そうじゃない環境を、今多分ね、そういうきっかけとか、兆しあると思うんだよね、絶対に。そこの方、なんていうのかな。そっちに行くことによって、もっともっと、輝けるから、ぜひ、環境が変わったりするの怖いかもしれないけども、今はそういう新しい環境に、移行する時期だから、何も恐れることはないよって言ってくれてます。だから、もっとあなたが自分のね、魅力とかね、人間性とか、もっと肯定してあげて、そういう、人にコントロールされる側じゃないんだよってことで、本当は。あなたが人に対して、優しさとか慈悲とかね、そういうものを分け与える立場だから、あなたの方が人に対して何かを分け与えてあげる立場なのよね。だから、どっちかっていうと、俺がリーダーっていう感じじゃなくて、縁の下の力持ちっていう感じ。
で、実質この人が回しているみたいなさ、そういう感じのポジションの人だから、うん、そういうポジションにこうストンとねはまれる環境があるから、そっちを優先してほしいって、そうするとこっちの関係性も、うん、なんだろうな、逆に良くなる場合もある、うん、向こうがちょっとマウントやめてくるとかね、うん、だってあなたと離れるぐらいなら自分が折れるっていう風になると思う。すごく好きだし、こんがらがっててこじれちゃってる、こじらせてるんだけど、基本的にはね、もうこうあなたのことが好き、あなたの人間性が好きっていうことがこじらせちゃって変になってるだけだから、あなたの方がもっと強く、私はもうここ、私のいる場所はここじゃないと、もっと次に行かなきゃいけないところがあるんだっていうふうに、はっきりとね、もうそう決めて動いてしまえば、相手はそれに従わざるを得ないというかね、私について行きたいんだったら、あなたがついてくるしかないじゃないと。私はもう立ち止まらないし、あなたの方にわざわざ歩み寄ったりはしないよって、私の歩く方向にあなたがついてくればいいんじゃないのっていう風な気持ちで向き合うと、思ったよりもいい関係性に切り替えられる気がするし、ここで向こうが耐えられなかったら、耐えられないなりに向こうが考えてやってくれると思うので、あなたが直接何かを相手にしなくてもいいっていう風に感じます。だからまああなたはもう次のステージに行く準備ができてるから、うん、そっちに迷わず行っちゃってください。で、本来の果たすべきあなたのそういう優しさとか思えるとか強さとか、そういうものを使って、もっともっと周りをね、うん、いい環境に導くっていう役目を果たしていくっていう風にシフトすれば、うん、このあなたを振り回してくる人との関係性も変わってきます。ということで、ぜひね、ちょっとこっちの方にね、集中して、やっていってもらいたいと思います。ね、ちょっと振り回されて、疲れちゃって、もう困ってるって思うかもしれないけど、それは本当に、もうあなたの方がレベルアップしちゃったから、それなんだけど、あなたが優しくて、こっちをこう、なんていうのかな、立ててた。うん。相手を傷つけないように立ててしまったがゆえの、その疲れ。だからもう立てなくてもいいよっていうね、向こうがあなたを立てなさいっていう感じのイメージのね、リーディングだったんで、うん、自信持って進んでいってもらいたいと思います。では A を選んでくださった方のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずは相手の考えていることとかね、感情とかね、それをらを見ていきたいと思います。うん。ね。まず、真っ先にね、入ってくるのが、この人、すっごく人の、愛情を欲してるっていうのかな。愛されたい、優しくされたい、とか、そういう、親切にされて、まあ、当然、っていうかな、そう。愛されたいってまだ思うなら可愛いじゃない？この人どっちかっていうと、こう、愛されて当然とかね、優しくされて当然とか、尽くされて当然っていう風に、ちょっと思ってる節があるんだよね。うん。で、これです。あとね、短気、うん、辛抱強くないから、気に入らないことがあると、すぐ、シャットアウトするっていうのかな。こう、相手の言い分をね、こう断ち切っちゃったりとか、
聞く耳を持たないとかね、そういう感じもすごいするんだよね。だからこう、それがね、身近な人になればなるほどその傾向がすごく強くなる人だよね。だから大変だと思う、この人のそばにいる人はね。で、あなたに対してどう思っているのかっていうのを見ていきますね。なるほど。こう、なんて伝えればいいのか、ちょっと、あれなんだけど、まあ、簡単に言うとね、あなたに対して、傷つけたいっていう、傷つけたいっていうよりかは、そのね、なんかね、こう、あなたの何かが完成しちゃうとか、目標を達成しちゃうとか、なんか、あなたが、正しい選択っていうのかな？成功する道とかね。なんかそういう、そういうものをね、こう、ちょっと邪魔したいっていうのがね、認めたくないっていう感じがするの。なんか、こう、あなたが、なんかこう、A を選んで、B を選んで、こう、目標達成とかね。例えば、こう、C のやり方をやって D を試したらうまくいったとかね。なんかそういうことがあるとしたら、なんかそれをこう邪魔したくって、すごくこう、なんていうのかな。邪魔するための、こう、いろんな、画策じゃないけど、なんかそういう感じがするんだよね。なんかね、嫌いっていう感じではないの。なんて言ったらいいのかな。あのね、多分ね、自分を置いてって欲しくないんだと思うんだよね。なんかあなたが先に行くことに対してすごく嫌だって思ってるの。成功されたくないっていうのか、こう、別に、不幸になってほしいとかね、嫌いってことじゃないんだよね。これね、自分と離れていっちゃうのが嫌だって思ってるんだよね。で、その結果、傷つけちゃってるって感じがするの。あなたの、こう、世界が完成してしまわないように、一生懸命画策して、自分と離れないようにしてるから、策略というかね、そういう中で、あなたのことをちょっと傷つけちゃったりもしているっていう、なんか感じがするんだよね。なんか、言い回しが下手くそでごめんなさいね。で、じゃあなぜあなたがね、疲れちゃうのかっていう、まあ理由っていうか原因をね、見ていきます。なるほど。でも、ここで多分ね、出たんだけど、やっぱり、あなた自身はすごく、才能があってね、器用なんだよね。だから、なんか、本気出せばね、本当多分何でもできるんだと思う。で、そうなんだけど、この、あなたの、まあ、その、
才能なりね、器用さとか、そういう、まあ、成功するために持っている、まあ、才能なり、こう、考え方とかね、そういうチャンスを、この人が邪魔してるんだよね。だからすごくあなたは、なんていうの?ものすごい強風の中を一生懸命歩いてるって感じがするの。あなた前に進みたいし、頑張りたいし、きっと何かこう、目指すものがね、あるんだと思うんだけど、それを、こう、あの手この手使ってじゃないけど、なんかそういう感じで、すごい、邪魔されるというかね、なんかすごく、こう、もっとできるのに、できない状況にいるっていうのが、疲れちゃう理由。例えばさ、あなたの考えたやり方であれば、5分でできるところを、なぜか、まあ、そうじゃなくて、こういうふう、こういうふうにやってほしいみたいなふうに言われちゃって、まあ、その通りにやると、すごい1時間かかっちゃったみたいなね。そういう疲れる感覚っていうのかな。あなたが自分の思い通りにやれば、全然疲れないし、こう、パッパパッパできるんだけど、この人に振り回されることによって、すごい長く遠回りしてね、そのところにたどり着くからすごく疲れちゃうんだよね。だからすごく、そういう面もあれば、そもそものチャンスが潰れてしまうこともあると思う。なんかこう、自分がこうしたいって言って、それが叶うチャンスがあったんだけど、なんやかんや言って、そのタイミングを逃しちゃったとかね。なんかそういうこともあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、アドバイスのカードを引きますね。はい。契約のね、客とね、あと、エンペラー、皇帝とメディア出てるから、まず一個は、この関係性、切れるタイミングで切れるので、安心してほしいっていうことと、あともう一個は、そもそもあなた自体が、すごい、やっぱり、優秀なんだよね、本当に、人として。精神性だけの問題じゃない。実際、生きる中でね、すごくね、才能あふれる人なんだよね。で、その才能が、今はね、ちょっとね、こういう状態だから、これなんていうの?両手に荷物いっぱいあるから早く走れないっていう感覚?これを手放したらもうめっちゃ早く走れるっていう感じがするのね。で、それのヒントがメディアにあるっていうのね。例えば、ネットとかの情報でもいいし、まあ、最近テレビはね、あんまりね、当てになんないっていうかね、信用しちゃいけないっていうかね、そういうテレビの中のことをね、鵜呑みにするわけじゃなくって、なんかそういうところにね、ヒントがあるっていうふうな感じがするの。だからその、ネットの中のね、情報だったり、そういう、過去のね、その出来事を、こう、探し出すとかね。なんかそういう感じで、こう、すごく、あなたの人生にとって、ね、ヒントになることがあるのね。だからそれを、こう、元にして、こう、自分が気づかなかった方法とか、わからなかったやり方とかが、
こう意外と早く手に入るのね。でそうすることによってこうよりねもっとこうそのあなたの優秀さが自然にっていうのスムーズにこう表に出るっていう感じがすごいするんだよね。うん。そうだな。例えば、うん、何かを、まあ、作ったりとかね、するのが趣味な人がいるとしたら、そういう、まあ、ネット販売とか、あと、そのネットを媒体にして宣伝するとかね、うん。そういうことですごい幅が広がるっていうこともあるし、そこで初めて自分の、あ、こんな才能あったんだっていうふうに気づく場合もあると思うんだよね。で、なんかそうこうしてるうちに自分が、こう、バタバタ忙しくなっていって、ここのね、関係性がね、自然と切れてったっていうこともあるだろうし、本当に、あと、ここを、まあ、あえてね、まあ、断ち切る、見切りをつけることによって、こう、遠回りしてたものが、最短の道で行けるようになるっていう、ことでもあると思うんだよね。それはちょっとその、人それぞれっていうか、その、まあ、いろんな可能性があるから、これっていうふうには絞らないで、まあ、今ちょっとお伝えしてるんですけど、で、このキーカードね、うん、楽しい動機っていうカードなんだけれども、その、あなたが、例えばすごくね、不安に思ったりとか、自分に才能がないとかね、うん、そういうふうにもし思ってしまったのなら、やっぱそれをすごく、それにがんじがらめになっちゃうわけよ、自分自身でね、うん。なんだけど、やっぱり、こう、楽しさとかね、うん、やりがいとか、うん、喜びとか、そういうことに考え方をこう変えたときにね、すっごく見る見るうちに状況が変わってくるっていう感じがするんだよね。だからここでね、振り回されて、なんかすごいもういつも疲れちゃって、こう、思ったように進めなくって、うん、辛いな、困っちゃうな、もし思っているのであれば、この相手のその提案とかね、選択をまあ勇気を出して断って、自分の考え、自分のやり方でやってみると思った以上に楽しくなる。で、その輝きがね、うん、なんかこういう人を遠ざけるっていうこともあるんじゃないかな。って思うのとね、その今現在ね、結局そのいいエネルギーがちょっと曇っちゃってるわけよ。だけどここでね、うん、楽しさ、あと人のためになること、うん、で一緒に共有する喜び、そういうのをちょっとずつでもね、こう増やしていくと。みるみるうちにこう世界が変わって、すごく輝いてくるようになると思うの。で、そのあなたの輝いてるオーラに釣られて、なんか寄ってくる人もいると思うんだよね。で、そこで、なんかこう初めて、こうも、あ、自分ってこんな風に生きてていいんだっていう風に、こう、思える。感じがするんだよね。だから、その、実際は、ちょっと辛抱強くね、進めなきゃいけない部分って多分あると思う。うん。そう簡単にはいかないっていう感じはすごいするのね。時間がかかるっていう感じはすごくするんだけど、でも、時間をかけた甲斐があったっていうふうに思える。もうこの2枚で、もう、そういうふうに、感じられるから、ここは、急がないで大丈夫です。うん、時間をかけてください。で、時間をかけた甲斐があったって、うん、満足できる結果が、あるので、本当に、
ね、疲れちゃうし、もう困っちゃうんだけど、その、要はこの人は、あなたが自分から離れていかないようにするために画策してるだけだから、振り切ってしまえばついてこれないんだよね。だから、で、あなたには振り切るだけの、もう才能がある。それは、もう本当に、いろんな意味でね。才能がある方なので、そこに自分の、こう、やりたい気持ちを、もうストンと合わせてほしいんだよね。その、こう、パシって決めてしまえば、時間はかかるんだけれども、必ず結果になって出てくるので、それを、強く思う気持ちが大事だから、どんどんってやっちゃってごめんね。なので、今回、このさ、このメディアっていうのもそうなんだけどさ、このね、リーディングに縁があって、たどり着いてくれて、で、この B の選択肢を選んでくれたっていうこともさ、きっかけと思っていただければ、なんか、そこからちょっとね、変わっていけるんじゃないかなって思うので、少しでもね、お役に立てればなって思います。ってことで、今回ね、B のね、楽しい動機をね、選んでくださった皆様の、リーディング終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずは、お相手の、考えてることとかね、感情とかをね、見ていきたいと思います。もしお相手が、好きな人で振り回されちゃって、疲れてるっていう人であれば、相手はね、やっぱり、あなたとすごく、本当は、イチャイチャしたいじゃないけど、なんかそういう風に、思いやりを持ったね、穏やかな付き合い方がしたいって思ってるし、ただ、なんかね、すごくね、この人変化にすごく弱いんだよね。自分の決まった、ルーティーンっていうの?なんかそういうのがあって、そこから外れるとすごく不安定になったりとかしちゃうのかなっていう感じがするのと、もしこれがね、好きな人じゃなくって、友達とか、家族とかね、あと職場の人だったりした場合にはね、やっぱり、あなたと一対一でちゃんとした関係性を築きたいって思ってるんだよね。これは、例えば、異性、なら、その先に付き合いたいっていう感情があるのかもしれないし、職場とか友達だったらね。で、もし、同性である場合には、早い話ね、親友みたいなね、感じ。で、家族であれば、いつまでも自分の、手元に置いておきたいっていうか、そういう感覚。とにかくあなたとしっかりと、つながっていたいっていうふうに思っていて、で、その思いがあるんだけれども、さっきも言ったけど、この人には、決まった、考え方とか段取りがあって、それが崩れたりとか、予想外のことが起きると、結構ね、気持ちがね、荒ぶっちゃうんだよね。
で、それすごく反省はするんだけれども、この暴走しちゃうっていうのかな、感情がすごく暴走しちゃって、なんかそれを止められないみたいな、後悔するんだけどね。だからこう、あなたとより良い関係を築きたいんだけど、そういう思いの中で、イレギュラーなことが起きたりとか、突発的なこととか、邪魔が入ったり、そういうものが起きた時に、こう、感情が溢れて暴走しちゃうっていう感じがすごくするんだよね。で、あなたに対して思っていることをね、出していますね。チャクラが2枚も出てるね。逆だけどね。このカードって本当はね、制約取らないカードなんだけど、私の場合は、その逆に出た時に、こう、そうじゃない感情っていうのをちょっと汲み取るんだよね。で、それで言うと、あなたに対して思ってることって、優しくしたいし、共感したいって思ってるの。で、何考えてるか知りたいし、なんていうのかな。分かってあげたいって思ってはいるの。だけど、それが、ちゃんと伝わってないって思ってるんだよね。この人、あなたに対して。で、伝わってないことに対してすごく傷ついてるみたいな感じがするのね。なんか、で、これも、なんかこうね、あなたを、なんでかわかんないけど、なんか、守りたいって思ってるんだけど、あなたの方は守られなくても平気っていうものがあるから、その自分の思いが伝わらないっていうことに対して、すごく憤りを感じてるんだよね、この人、お相手の方。なんか、ここもここもそうだけど、本当可愛さ余って憎さ100倍じゃないけどさ、なんかそんなような感覚なんだよね。こう、はっきり言ってしまえばね、相手とても自己中な方ですよ。自分はこう思ってるのに、こうやりたいのに、なんでそれが通らないんだ、なんでそれを受け入れてくれてないんだっていう感情がすごく前に出やすい人。で、なぜ疲れちゃうのか。なんか今言った気がするんだけど、なぜ疲れちゃうのかっていうところをちょっと見ていきますね。そう。疲れちゃう理由はね、まず真っ先に入ってきた。あなた自身がね、すごくね、気を使って、バランスを取ろうとしてるからすっごく疲れてるの。で、あなたはすごく、相手に対して、ものすごく、ね、思いやりを持っているのね。で、できたら、こういう風な感じじゃダメだよっていう風に、教えてあげたいと思ってるし、教えてあげてるんだと思う。で、なんだけど、相手が、聞く耳を持たないんだよね。聞いてるんだけど聞いてないの。耳では聞いてるんだけど心で聞けてないの。だから、あなたはすごくね、もう忍耐強く向き合ってきてるはずなんだよね。で、時にはね、やっぱりその古い考え方とか価値観とか壊さないとダメだよっていうことをあなた自身はよくわかってるのよ。
古いものにも古い考えにも古い価値観にもいいところはある。だけどそれだけじゃダメだよって、やっぱ新しい考え、新しい価値観っていうものも取り入れていかなきゃいけないよっていうことをすごく相手に伝えたいんだけど、相手がそれを受け入れる余裕とかね、ゆとりがなくって、なんかそのことがすごくね、あなたが疲れちゃうんだと思うんだよね。だって相手を思って言ってるから、決してね、相手を傷つけたりとか否定してるわけじゃないんだよね。で、相手もそれは分かっているんだけど、なんかね、やっぱり変われないんだよね。なんていうかな、変わったら死ぬわけじゃないんだけど、なんかね、変われないの。多分ね、すごく臆病なんだと思うんだよね。すごく変わることへの抵抗がすっごい強いんだよね。で、あなたもそれをね、理解してあげてるから、なんとかっていうところで、すごく気を使って、この、相手の中のね、例えば、こう、けなされたとかね、否定されたっていうふうに思われないようにっていうところですごく気を使っていると思うんだよね。それがすごく疲れちゃうんだと思う。で、ちょっと先にアドバイスを見ていきます。バランスのカードが出てて、で、このカードも、これとね、同じ意味合いを持っているんだけれども、ちょっとこれは置いといて、これでまず見ていくんだけども、お相手がね、変化を嫌うと。で、自分の思った、望む環境の中であなたとつながっていたい。で、あなたに対するね、思いはあるし、その思いがちゃんと伝わってないって思っていて、苦しいと思ってるんだよね。で、あなたはあなたで、その、古い考えとか、その変わらない価値観っていうものも大事なんだけれども、新しい価値観とかね、新しい考えっていうものにも良さがあるよねっていうふうに考えてるから、なんとかね、その、新しいものへのね、抵抗をね、少なくして、こう、よりよく変わっていけたらいいなっていう思いがあるんだけれども、その葛藤ね、この葛藤が今後、あなたにとってすごくプラスになるっていうふうに出てるんだよね。なんか、今はね、どっちを、がいいか悪いかっていうことよりも、その頭ではね、こうするのがいいって分かってるんだけど、感情がそうじゃないっていうものの、こう葛藤だったりとか、それがここで言うね、バランスだよね。で、優先してほしいのは、あなたが、あなたが思う、あなたの中での、その、優先順位っていうのかな。それを、大事にするっていう方で、進んで構わないと思います。ちょっと、遠回しな言い方になっちゃったんだけど、ここでね、今、すごい悩んだり、すごく考えてることって、実は今後のその、生きていく中での考え方のね、こう、芯の部分をね、今作ってるんだよね。で、この、頭ではこう思っていても感情が違うとか、A も大事だし、B も大事。でも、A を取ると B がダメになる。B を取ると A がダメになるとか、そういういろんな、
葛藤の中で、あなた自身が、こう、何ていうかこう、軸をね、掴むことができると思うんだよね。これね、ちょっとね、うまく言えないんだけど、ここで悩み苦しんだからこそ得れるものっていうね、考えてくれたらいいんじゃないかなって思っていて、で、これね、日記をつけるっていうカードなんだけど、もちろんね、今ね、日記をつけてる人はそのまま続けてほしいと思います。で、日記をつけてない人は、日記っていうふうにこだわらなくてもいいんだけれども、何かしら気づいたり思ったことを書き出す、書き留めるっていうことをしてほしいんだよね。で、このキーカードの高い視点から見るっていうところにもリンクするんだけれども、この書き出すことによって、その時自分が思っている考えと、それを、こう、第三者のような目、視点から見た時に、また違ったね、視点で見えてくる中で、また新しい考えとか気づきっていうのが出てくると思うんだよね。それが、今思っている自分と、本当に例えば簡単に言うと5分先の自分が同じかっていうとまた違うと思うし、1時間後、ね、1週間後、1ヶ月後の自分は全く同じ考えかっていうと、やっぱり少しずつ変化していくと思うんだよね。で、それを客観的に見ることができるから、日記っていうもの、書き出す、書き留めるっていうのかな。そういうことをちょっとやってみてくださいっていうふうに、キーカードが言ってきてくれてるんだよね。で、やっぱり、その人間ね、一人で生きていくことができないから、絶対誰かとね、つながったり関わっていかなきゃいけないんだけれども、何を基準にね、その関係性を構築するのか、それともそれ以上の進展をね求めないのかとか、いろんな考えの中でここでの経験っていうものが、本当に、こう、直感というかね、そういうものの、こう、研ぎ澄ますための砥石砥石で直感研ぐのかって言うとまた違うんだけど、例えるならね、そういう研ぎ澄ますっていう言葉を使うのであれば、この経験は砥石であったっていうふうに、感じ取れる時が来ると思うのでね。だからこの感情と、理性、頭の考えていることとのね、バランスを取る、その中で自分の考えっていうものが出てくるっていう、そこがそのすごく大事な、今回のね、大事なテーマっていうか、あなたにとってのテーマになってくるから、そこをちょっと意識してもらえると、すごく振り回されて大変で辛いと思うんだけれども、その中で得たものっていうことが今後の人生にすごく大きな役割を果たすっていうふうに、考えてもらえればなと思います。で、今ここで、こうっていう答えは出せないんだけれども、なんでかっていうとね、あなたが自分で絶対に見つけるから。この書き出すっていうことによって、あなたのそのインスピレーションっていうのかな、それがもっともっと研ぎ澄まされていって、すごく、高い視点から見ることができた時にどうするべきかっていうことはおのずと出てくるから、それに従ってもらって大丈夫だと思います。なんかすごいなんか壮大なテーマっていうかね、感じがすごくするんだけど、闇雲に振り回されて終わるわけじゃないから、ここはちょっと得るものがあるっていう風に考えて動いていただければなと思います。ということで、このね、 C のね、高い視点から見るっていうカードを選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。